レッサーパンダを見たくて長野市茶臼山動物園に来ているよ。早速動物園の中を見てみよう。南口ゲートから入ると最初に見られるのがライオン。メスのライオンが気持ちよさそうに寝ているね。オスのライオンは下にいるみたいだけど見えないな。ライオンは猫科だから寝ている姿が可愛いね。アムールトラがいるよ。わー、こっちに近づいてきた。動き回りながらガオーとアムールトラが泣き出したよ。迫力があるな。みたいで寝ちゃったね。ジェフロイクモザルってなんか読みづらい名前だな。こっちを見ながらずっと口を開けているよ。こっちのジェフロイクモザルは足を上げて何をしているんだろう。アミメキリンがいるよ。やっぱ首が長いな。こっちのキリンは美味しそうにもぐもぐと草を食べているね。アジアゾウ、大きな体だな。鼻を器用に使って草を食べているよ。いよいよレッサーパンダを見に行くよ。茶臼山動物園には15頭もレッサーパンダがいるんだね。まずはレッサーパンダのお家から見ていこうかな。
ろちろしながら草を食べている仕草がかわいいな。夢中になって食べているけど、美味しいのかな？今日はいろいろな動物やかわいいレッサーパンダがたくさん見られてよかったな。南口ゲートにある売店ではオリジナルグッズなどが売られているよ。レッサーパンダやウォンバットのぬいぐるみが人気です。この動画はフォトクリエイティブがお送りいたしました。